50ゴール超えればシーズン最多得点数のメッシ超えですよ。頑張ってください。メッシさん超えることできれば、それはもう名実ともに世界一ってことでいいですよね。ネコニワさんの真似してここをグンとかピー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 連呼したりしたら親に心配されました。チャンネル登録解除します。頑張ってください。あと 1,2 ヶ月続ければ親御さんもいつかグン言ってきます。絶対にふん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 のオープニング見たくなってきました。大学の情報の授業で自分のウェブページ作ることになったんですが、書くことなかったのでネコニワさんの紹介をしておきました。情報の先生がミラーになることを願っています。それだって他の人発表会みたいなのありますよね。よくやったよくやったぞ。もっとやれ。やべっちの番組がダゾンで復活するのが楽しみすぎて夜しか寝れません。ちょっと俺もねほんと楽しみなんですよ。マジでほんとにダゾンさん、やべっちさん、これからずっと長いこと永遠によろしくお願いします。学校が臨時休校になったので、ネコニーの動画のシリーズ一本見せたらこんな時間になりました。どうしてくれます。人生の無駄遣い。家の鍵なくしたと思ったら前の日着た服のポケットに入ってました。現場から以上です。いやよかった。家の鍵なくすって結構携帯の次ぐらいにねめんどくさいっていうかショックっていうか、見つかってよかった。何の報告。10秒スキップって本当便利ですよね。何の報告。さあ今宵はヨーロッパリーグスタメンに選ばれてますけど、まずカレンダーから見ましょうか。 EL インテル戦アウェー、それでアストンビラリーグ戦、これはアウェー、EL インテル戦ホーム、こちらですね。順当に全部スタメンであれば、まあ、なんとか食らいついてはいるんで、まあ、リバプールの直接対決の前にリバプールが負けてくれることを祈りつつ、こっちは全勝していかなきゃいけないよっていう、そういう状況です。リバプール強すぎでしょマジ で。 EL です。ナポリ、レンヌ、インテル、我々ユナイテッド、アタランタ、バルセロナ、レスター、ローマ、結構なカードですね。で CL もすごいカードなんですよ。とんでもない高カードばかりで見応えありますけど、バロはここにいません。で一応ゴールランキングも見ておきましょうか。 EL はちょっとこれダメだと思う。もうこっからはさすがに。ただリーグ戦ではバロとんでもないバケモン具合発揮していますんで、やっていきましょう。アシストはちょっとね取れないけど、ちょっとお疲れモードですけれども、ぶち抜いてやる。ハンダロビーぶち抜いてやる。怖え、インテルのメンバー怖え。決勝のファーストレッグインテル来ました。アウェーゴールぶち込んだら無茶有利、無茶有利よ、無茶変ず。ちょっと無理、それラッシュフォード、それはオッケー。マーカス・ラッシュフォード、アレックス・テレス、いいよ。負けんなって、負けん。戻そう。ホセカジェホ、こういうことや。前前前前。インテルにとって今日の相手はどうでしょうか。オッケー。なかなかタフな相手、ね。単純フットボールでもいいんだ俺らは。的には差がありません。ぶち込め。うわ。ボールをうまくキープします。やば。レマル。ナイス。相手のチャンス。だいたいなんでレマルいんの、インテルに。おかしいっしょ。ボールが中央へ向かう。ボールをクリアします。ナインゴラン、ラウタロ・マルティネス、はぁー、いいスキルで抜いてきます。あー嘘でしょ、先制ゴール、やられすぎだって。映像が来ました。どんだけやられてるん、そこ何人も何人もいて。そしてこのシュート、まあアウェーゴールぶち込めば有利だから。マンチェスターユナイテッドは世界を代表するビッグクラブですね。来たんじゃない、頑張れ。よし、うまくつないでいましたがここでボールを失いました。オッケー、打て、ナイス、素晴らしい。カジェホンがやってくれてる。もうバロのプレスからのだって今スーパー完璧パスですから、これはよし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 、だ断然的に断有利。ボールはルカクへ、危ねえ、やってくんのやっぱラウタロがね。そういうの何、まずいまずい。何をしてたん今、何をしてたん全員が。
刺しました。まあ、2-2 ならもっと有利だから。2-2 ならもっともっと有利になるから、もう1点取っちゃおう、マジで。取れよ。取れって滑れオッケー。なんで取る気あるボールねえ、ボール取る気あるの？おー、ナイスでヘア。ゴールを割らせません。似てる。まあまあまあ、オッケー。1点取ろう、後半も。それでかなり分が良くなるから、こっちの 2-2 はウェイゴールで、しかも点に追いつくチャンスを伺っています。何やってる。うわ、無理か。フレッジよ、カウントカウント。またパスが通ります。ここのラインが今日はすごい。オフサイかよ、お前さ。端っこにいんだよ、お前。ライン見とけ。見れるだろう、ライン。オッケー、タイミングがバッチリ。地獄到来。ラウタロに渡った。いやー、まずいな。大丈夫、セルジロベルト。レマルに手焼いてる感じ。ボールはラウタロへ。取る気ある。ボール見つからないか。取る気ある。ボール。ルカク、これは浮かずな守備でしょう。危ね。マティッチ。さあ、ユナイテッドが徐々に押し込んできました。ファーポストに行けない、行けない。レマル押し込まれ、ムーブがもうひどい。押し込まれムーブが。ナイスナイス。取れ取れ取れ。そこ、そうそうそう、前前前前、そう、前でいいんだよ。でもいいんだから、カウンターで。さあ、カウンターを仕掛けるか。根本的にはもう我々のフットボールっていうのは、ディフェンダーが戻りきれていません。何してんだよ。ドラクスラーとユリアン・ブラントが交代。ボールを入れました。バロー。まずい。ナイスナイスナイス。さすがピケさん。ラインぐらいにボールを取るっていう、足を出すっていうこと。まずい、この状況は。これクリーンやられ、オッケーね。負けてんの。プレス、プレスのタイミングなの今。これは 1-2 でいいってこと、監督の指示的には。全然ボール取る気。まあ、向こうとしてはもう点取られて終わりだから、ボールを保持するっていうのは分かる。何をしてんの。この歓声は聞こえてるでしょ。誰も行かない。フレッチのその謎ムーブやめろ。ダメだ、もうセカンドレグに行った。もうダメだ。チームメイトがショートパスを受けられる状態かどうか確かめるんだ。殺す。これもまあまあ単純よ。 1-0 で勝てばいいんだから。 1-0 でそれでいいんだから、次の試合。 OKOK。 もうリーグ戦休みてえけどな。休ましてくれねえんだよ、この監督。見てみー、体力死ぬぞ。私たちはどういうフットボールをすればいいのか分かっていますか。勝つフットボールです。実況はお送りするの任せなさい。バローが前半で 2-3 得点してチームを勝たせて、後半は休みますので。開始5分、こちらボール一度も触れてません。どういうことでしょうか。相手の動きを見ている感じでしょうか。誰に出した今。パスズレの試合か、これ。たまにあるんですよ、パスズレしかしない試合が。うぅ、マーカス・ラッシュフォード。いいね、来た来たよね、これは絶対決めろ。ナイス。よし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 。オッケーオッケー。すごい。まあ、バロのパス100点だけどね。ほんと神谷かな、神谷敦史。今のはピケでしょう。いいよ、ここで逆いく。完璧。はい、ゲームメーカーだもん。体力的にきつくなっているようです。ラッシュフォラッシュフォ。あ、うん、当選もすんだって。スクリーンアウト見て。もうバロ体力もう1ミリなんですけど、大丈夫これ。いいよ、合ってる合ってる合ってる。絶妙なパスが出ました。ファニーズだ。いやー、さて、ここでスタジオから情報が入ってきました。はい、完璧パス。キングパワースタジオ。あ、トラップ。ほら、もう疲れてるから。見落としがいます。当選もしてくんな。もう1点ぐらい欲しいんだよな、できれば。ラッシュフォード。何やってんの、ラッシュフォードは。ウェズレイ。え、入れば。いやー、ナイキー。デヘア神。止めただけ。クリアできるか。カウンターアタックのチャンスです。いいよ、それでいい、これでいい。もう
頼むよ、ラッシュフォード。運んでいます。デンカロート。枠に飛んできました。スコット・マクトミネイ。攻撃を組み。ジャマール・ラッセル。まあ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 。いや、トラップできなかったな、あれ。まだちょっと出る必要あるな、これ、バロー。死んじゃうけど、言える。すげえパス。大丈夫？危ねえ！アストンビラが迎え撃つのは、オッケー。クラムです。抜けた。どちらも。なんなの、それ、ま、抜けて、の、押す。てめえ、マジで、ほん、あ、バロー交代だ。これを繰り返し、頼む。チャンスになりそうです。モレノ、頼む。シミュレートしますけど、絶対勝ってね。絶対勝って。よし！まあ、オッケー、まあ、オッケー。これで大丈夫。練習しますけどね。練習しない方が体力回復するとかあんのかな？アシスト、いや、してんだよ！あー、リバプール勝ってるか。まあ、そうよな。どこに勝ったんだよ、リバプールは。クリスタルパレス、頑張れって。とりあえずこの EL に集、あ、選ばれてない、スタメンじゃない、大丈夫、本当に言ってる、本当だな、シミュレートするぞ、バケリー、終わった。ちょ、バロの起用法を間違ってるって。これは勝とう。バルサとローマ、ナポリとインテル、もうマジでここでもう鬱憤を晴らすよ俺は。本当にバーディーねえな。え、バーディーでどっか行ったんか。そんなことない。この試合で今日のオールドハットトリックを取って、バロはプレミアリーグの伝説になろうと思っています。とにかく点を取りまくる。本当点を取られない。今日守備ひどいからね、なんかあなたたち本当に。いい形でゴール前まで持ってきました。まずくね、いきなり本で危ねえ。OK、 いっちゃう。さあカジハン、いいボール頼むよ。サイドへパス、横に展開してきます。最悪、キーパー当たった。ボールはブラントへ。あー、ホームラン。危ないからね、コーナーも。このコーナーは誰に蹴るか。よし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 、危ないよ。ここまでのようです。なぜ危ないことし続けるチームか。見事に止めました。にとって今日は簡単な相手ではありませんね。ナイス落とし。はい。ラッシュフォードにかかってる。拮抗した相手ですね。ホセカジホン。違う、読んでな。今季限りで引退することが発表されました。え、フクス引退？ちょっとちょっと待って、危ない。ピンチ。クラブの精神的支柱としても頼りになる選手です。ペリシッチ。ペリシッチに戻る。ペリシッチ？ペリシッチいる。レスターの上手い。レスターにチャンスを伺います。チャンス、これチャンス行く。ルースボールになる。お、早いな、パスマジで。ユリアン・ブラント、高いボールを裏に出します。あー、ちょっと間に合わないな。何それ。ボールはパウリーニョへ。パウリーニョ、ペリシッチ、パウリーニョ、ブラジルのパウリーニョ。ショートパスをつなげていきます。ぽいな、相手の動きを見て。さあ、いいボール。味方をうまく使います。ブラント、なんかなんでこ、なんでもっとなんかならない、ピシッとディフェンス。絶妙なパス、ないでアジョセペース。どうしてそんなに繋がれるんでしょう我々は。そう、我々も繋ぎたいよ、もっと。はい、きついな、パス、地獄みたいなパス送ってくる。もっとないの、優しさに溢れたバファリーみたいなパス。ディフェンスをものともしません。はい、ラッシュ、おっせー、そっちじゃねえ絶対。ゴール前まで持ってきました。ナイディ、チャンスまだある。ラスト、ラストあるよ。さあ、はい、はい、そう来た、バロンの伝説の飛び出る音が聞こえる。聞こえなかった。これを現在リーグ最小失点の方、ちょっときついな。じゃあ、いかにボールが来てないか、最後の決めなきゃダメよ。後半ね、後半ハットトリックしよう。レスター変えてきます。3枚替えだ、レスター。アレックス・テレスに渡った。ナイボー、そういうのでいい、マジで。これ取るんだから。パスをつないでチャンスを伺っています。ほら来た、
なんでボールを運びゴールに襲いかかります。ストップ、アブリル・ラビー。よし、チャンス、チャンスですよ。これはドリブルで持ち込んでいます。はい、中央へ、これを決める。よしよしよし、これはバロでしょ。もうこれよ、相手の背後に消えてね、相手は対応が遅れます。そしてこのシュートです。テレスとルークショー、うまく活かせているようですね。はい、パイコーパス、パイコーパス、パイコーパス、なんでマティボー決めてよ。絶対決めて、マティボー。それは中に入れた、オーバーヘッキ。え、このプレーはホイッスル、えユナイテッドにファールがありました。ええ、イエローか、えここでイエローカード、取れって囲い込んでんだから。レスターのうまいパス回し、チャンスを伺います。やばくない、ストップ。あ、ナイスヘア、ハインドに追い込まれています。しっかり守備、タイムアップが近く、おい、ナイスヘア。勝利を後押ししたいんでしょうが、やばいやばいやばい、マジやばい。ユナイテッドの選手たちも励まされるでしょう。ストップ、ナイスヘア。集中弾、シューの中、四角連打マンでいいよ、みんな全員四角連打マンで。ボールを入れた、どこに、このコーナーは誰か。よし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 、防げ、ボールはクリア、防げ。ここからどうするのか。フレッチ守れ、ナイスフレッチ。このパスは通りません。これはさすがに読まれていました。走る走る、オッケー、いけるよいけるよ。これブラント、今日はパスがよく通っています。ほら、いけるやついけるやつ、選手たちにボールをつなぐ意識が見て取れます。いけるやついけるやつ、いけるやついけるやつ。マイナスのクロスボール、キープ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 、マティッチ、これもうシュートずつキープ。メイソン・グリーンウッド、ビービー、ここで網に、ビービービー、ユーリ・ティーレマンス、よっしゃ、ホイッスルです。よし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 、奇跡的勝利だけどな、マジで。注意してくれ、一人足りない状態で戦う余裕ない。何度も中盤で相手にボールをプレゼントして一瞬のうちにチームを窮地に追い込んでな、俺の点で勝ってんぞ。まあいいでしょう、進んで。これはスタメンなんか、サリーメイブで、リバプールはどうだったかっていう、引き分けてる。あ、じゃあこれ直接対決で勝てばもうあれじゃないですか、リバプール。あ、シティ、ナイスですね。今週のベストチーム、え、なんで選ばれてない。プレミアリーグの得点はバロテリが独走、まあそれはそうでしょうね。うん、まあ、EL は負けてしまったんで、ちょっとほんとすいませんでした。ただまあ FA カップも残ってますしね、そっちにシフトを。バイエルン、 PSG、 アトレチコ、リバプール。え、なるほど、アウェイゴールでパリが勝って、リバプール勝って、バイエルンがユベントスに勝って、アトレチコがドルトムントに勝ったと。得点争い32ゴールです。すごいことになってきた。アシスト、バロテッリは今48ゴール15アシストなんかな、代表とかも全部合わせると。まあ、能力でいうと79から5も上がってますからね、素晴らしいですよ本当に。ぜひ次回も見てくれたら嬉しいです。あ、カレンダー見とこう。ですね、あと5試合ぐらいなんかな、チェルシーとやって、これが FA カップでしょ。そうだね、リーグ戦はあと5試合だな、これは。うん、この間にリバプールがこけるか、ずっと平行線のままここで勝つか、これです。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございました。さよなら。